皆さんこんにちは、ワダルグルビッチです。では今回は、新ギルンディアボーベリーハードチャレンジ、レベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。地球上での戦いを制して、宇宙では、ソロモン、アバーワクー、そして前回はグラナダと攻略を進めてきています。今回はいよいよサイド3、本土決戦となりますので、まずは攻略作戦から発動していきます。サイド3、攻略作戦です。この日をどんなに待ち望んだか。地球から最も離れたスペースコロニーサイド3、月の裏側に位置するこのコロニー群にジオン公国の首都がある。劣勢から立ち直り、ジオンの厚い守りを打ち破った連邦軍はついにこの地へ軍を進めた。一方、追い詰められたジオン軍も戦力を結集し、最後の抵抗を試み、決死の覚悟を固めたジオン軍を打倒し、連邦軍は勝利をつかむことができるのか。連邦とジオンの命運をかけた最終決戦、サイド3の戦いが始まろうとしていた。はい、ではここから侵入していくんですけども、連邦軍側の主力部隊ですね、ご紹介改めてしておきたいと思います。まずはゼーターガンダムカミューですね、レベル20に到達してます。ご覧のようなスペック値です。ダブルゼーター、受動もレベル20です。続いてアレックスに乗っているマフティーことハサウェイ、こちらもレベル20に到達しています。こちらはデンドロビームにブランブルターク、現在は退位ですね。アニメ版のゼータガンダムだと小3に昇進してますね。レベル11でこのスペック値になってます。オールドタイプではヤザーに匹敵するぐらいの強さになってるんじゃないかなと思いますね。デンドロビームです。ステイメン。ガンダム試作3号機ですね。ここにはレイヤーに乗ってもらってます。レイヤーも強いですね。フルバーニアにはヤザー。さすがの強さです。あと、GP02 サイサリスにはプロトゼロ持ってもらってます。アトミックバズーカー、まあ、いわゆる核バズーカーですね。これの出番はないかなとは思うんですけども、撃てるチャンスがあれば撃っていきましょう。では、サイド3の周りに展開している敵部隊ですね。撃沈していきます。パーフェクトジオングにはララーが乗ってますね。このララーとパーフェクトジオング、サイド3の中に入る前に仕留めておきたかったんですが、まあ、残念ながら撃破まではできませんでしたね。バリウスのリクドムツバイ、これも撃墜。チベ、トワニングもこれ無事に撃沈してます。次のターンでまとまった数入れそうですね。ここにはギレン総帥がいました。ギレン総帥はグラナダから脱出を試みているようですが、ここでね、打ち取っておきましょう。ギレンザリ、大将です。レベル10でこの数値ですからね。求心力71、さすがですね。では、まとまった部隊、ここで入れていきます。どれだけ突っ込めるかなんですけど、もう入れられる分だけ全部入れちゃいましょう。残しておいてもね、しょうがないですからね。で、分散は一応させます。部隊数が少ないと分散させると、格好撃破の、まあ、格好の餌食になってしまうというのがあるんですけども、今回これだけの大部隊で攻め込む、環境を整ってるので、あえて分散させてですね、敵をおびき寄せて、基地中心部を手薄にさせようと。まあ、そういう作戦ですね。できればね、このターンで仕留めてしまいたい、終わらせたい。まあ、それくらいの気概を持ってやっていきましょう。残念ながらゼータはこのターンでは入れなそうですね。ダブルゼータも同じくです。まあ、次のターンで確実に入れるかなとは思います。まあ、ダブルゼータ、ゼータ、ここまで大活躍してくれましたけどね。この最終決戦では、もしかしたら出番なく決着できるんじゃないか。まあ、それくらいの大戦力を用意してます。ではまずギレン総帥ですね。これ撃破しておきましょう。ギレン総帥。
撃破です。ではサイド3、首都ズムシティに就任しました。味方部隊74今回投入しています。ここにパーフェクトジュングいるんだよな。ブライト、ちょっとパーフェクトジュングと一騎打ちここでするのは危険なので離れましょう。敵のね、機影も確認しておきましょうか。まずここにはパーフェクトジオング、それにビグザムがいますね。ここにはパーフェクトジオングが2います。ギャンクリーガーなんかもきっちり配備されていて、ケンプファーもいますね。まあ、パッと見これくらいでしょうか。まあ十分な数ではあるかなと思いますけど、まあ、しっかり舞台を叩きつけていきましょう。どうでしょう、こうやって見ると本当に全方位からまんべんなく進出できてる感じがしますね。敵の動き注目だな、これ。どっちに向かってくるか。確認していきましょう。ブライトが一番危ないかな。パーフェクトジョング、ララーに付け狙われて、そのまま、バーミンガムごと撃沈されるリスクがありますね。まあ、ただそれでもララーと相打ちだったら悪くないかな。ここはブライトですね。先行のハサウェイでは第2部第3部どういう展開になるのかも楽しみですけど、チベとの打ち合いでした。まあ、少し部が悪かったのは索敵がまだ終わってなかった、まあ、その点ですかね。ではブライトですが、ここ制圧してここからジオング狙っていきましょう。ジムスナイパー、ジム指揮官機も出していきます。ここはブライトを守らなければいけないっていうね、まあ、そういうシチュエーションですね。しっかり散布も行います。これが本当に最終決戦になりますからね。ではモビルスーツ隊出していきます。敵はどうでしょうね、一旦出てくる構えありましたけども引きましたね。まあ、まともにぶつかるぐらいだったらちょっと基地中心部をしっかり守りましょうと、まあ、多分そういう動きになるかなと思いました。ここにはマクベがいますね。本当に基地、まあ土中心部というところにいる、それがマクベですね。まずは攻撃衛星なんかを排除しつつ、叩ける敵モビルスーツあるいは戦艦がいれば叩いていきます。周りから敵基地中心部を絡め取るように進んでいきましょう。ちょっと迂闊でしたね。ここもしかしたらブライトが落とされるかもしれないな。注目します。ブライト残ってくれたね、さすがだな。ただこれ以上ここにいると次ケンプファーに確実に落とされてしまうと思うので、ブライトは一旦下げましょう。ここまで来るともう格闘まで食らうと戦艦落とされますからね、簡単にね。ハヤトがケンプファーを撃墜。まあハヤトもね、退散させてからはしっかり頑張ってくれてますね。ビグザムをどうするか。あとパーフェクトジュング、よく見るとシャリアブルが乗ってますね。ここも突破するのが大変そうだな。まあ、ゼータダブルゼータこの後後続で入ってくるので、まあ、そこで確実に倒せるとは思うんですけども、できるだけね今侵入している部隊で進んでおきたいですよね。ここはブランブルタークのレンドロビームですね。シャリアブルのパーフェクトジオングなんかと交戦します。ギャンクリーガーにケンプファー。アクトザクかな?いますね。もしかしたらこれ落とされちゃうかもしれないですね。ギャンクリーガーの格闘鬼強いですからね。落とされそうだな。ブランブルタークのデンドロビームここで撃墜されてしまいました。ギャンクリーガーに格闘仕掛けられたら厳しいですね。うほ。ビグザムにはここで拠点に居座られた上で砲撃食らってるな。まあ、一旦ビグザムは放置して周りの小物から排除していきましょう。
キシリアのザンジバル。ちょい残しですね。デラーズのチベ。これは撃沈してます。ここはヤザンのフルバーニア。さらに、フロートゼロのサイサリス。デンドロビームが打ち取られてしまったこのシャリアブルの部隊との交戦ですね。ギャンクリーガーはできれば格闘戦で仕留め切りたいですね。決着仕留めました。残念ながらシャリアブルのパーフェクト順が残ってますね。ラコック、チベを撃沈。順調に数は減らせてるかなとは思います。味方もね、やっぱり最終決戦ということだけあって、かなりの損害出てますけども、後続の部隊も計算に入れれば十分に制圧できそうですね。ここでも、ビグザムのマップ攻撃食らいましたね。大型メガ粒子砲です。まあ、めげずに、ゼータ、ダブルゼータを投入して一気にビグザム、パーフェクト準備、倒していきましょう。はい。後続の部隊も入れて全部で109になりました。5倍の戦力を用意できています。ゼータ、ダブルゼータももちろんね、投入してますので、どんどん進んでもらいます。まあ、さすがに、ゼータガンダムのウェブライダー形態、飛行形態だと、すごく距離出ますね、移動距離がね。その他の部隊も侵入経路、これを確保してあったので、ものすごくスピーディーに基地中心部に迫れそうですね。コッセル、ザンジバル海撃沈です。キリングは残りですね。マゼラン攻撃マクベに行いましたが、これも残っています。シャリアブル、ここだよね。パーフェクトジョン軍のシャリアブル、これが落とせないですね。ここも GP02、GP01、フルバーニアですね。これで攻撃を今仕掛けているところです。こっちにもパーフェクトジョングいますけど、キャラなしだとある程度ダメージ通りやすいですね、やっぱりね。マクベ撃沈です。ヒーリングもライラさんが撃沈。キシリアも撃沈。ここに来て一気に戦局有利に働いてきてますが、パーフェクトジョングがもう一機増えてシャリアブルですね。ここのパーフェクトジョング2機、ビグザム2機、ここをどう始末つけるかですかね、あとはね。ね、ライラさんのところにパーフェクトジョングが2回マップ攻撃を仕掛けてきて、さすがにこれはやられちゃったかな。ではまずはゼータですね。カミーユ到着してますので、カミーユでジョング、ビグザムに格闘攻撃仕掛けましょう。ここにヤザンとフロートゼロも合わせちゃいます。いやー、でもフルバーニアンと再されつやばいかもしれないな。まあでももう最終決戦なので気にせずに行きましょうか。で、こっちのパーフェクトジョング、これ強力だな。ここにはやっぱり、受動のダブルゼータ、派遣ですかね。なんでこれら以外に攻撃を仕掛けても、攻撃目標を絞れるようにしちゃいましょうか。ビグラング。これを撃墜。ララーのジオングももうちょっとで落とせそうですね。お、ビグザムはゼータが落としてくれましたね。さすがはゼータ、最後の最後までゼータにやっぱり頼らざるを得ない感じにはなってしまってますけどね。ララーとシャリアブルから連続のマップ攻撃、これをしのぎ切ったので、では最後ですね、倒していきましょう。ララーにゼータの加入です。ようやくジオング
撃墜カレーです。ギャザンも危なかったですね。ここは柔道です。パーフェクトジョングが2機、うち1機はシャリアブルが乗ってます。最後は、まあ、シャリアブレですかね、残ってるの。ダブルゼータと自動が格闘を入れて、撃墜完了。どうすれば、もうあと虫の息ですね。どうするよ、撃沈。新しく生まれ出てきてるユニット、いますけども、これももう時間の問題ですね。最後にね、シャアが出てきてるんですが、このシャア、撃沈です。これが最後のユニットになります。これで全部隊撃破完了です。レベル編ベリーハードチャレンジ完了ですね。最後に皆さんと一緒にエンディングを見て終わりにしていきたいと思います。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。ジオン本土の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。地球連邦軍は戦いに勝利した。長きにわたる戦いは終結し、戦乱と陰謀の歴史は幕を閉じたのである。地球圏は再び地球連邦政府の統治下に置かれ、戦いを勝利に導いたレヴィル将軍はその功績を認められ、連邦政府の首脳に就任する。レヴィルは戦いの中で培った指導力を発揮し、荒廃した地球圏の復興を達成するだけでなく、アースノイドとスペースノイドの確執をなくす唯一の手段である宇宙への完全移民を実現させる。宇宙への完全移民、それはジオンズム大君が提唱した人類を革新へと導く第一歩である。ニュータイプに深い理解を示したというレヴィルは、人類に示した未来への道しるべ。その先にあるものが何かはわからない。だが人類は歩み出す。いつかはたどり着く争いのない世界へと。はい。では最後にですね、ベリーハード攻略完了している、まあ、そのフラグちゃんと立ってるか確認して終わりにしていきます。レベル将軍兵、ベリーハード、つきましたね、クリアマーク。よかったです。では、今回のベリーハードチャレンジはここまでにさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また、いろいろと応援、コメントいただければありがたいと思います。